Yeah.
Oh.
山県のお隣群馬県から来ましたアイドルグループです。結成して6年目になるアイドルグループなんですけど、ライブ活動の他にも地域貢献活動に取り組んでいまして、群馬県の観光特使もやらせていただいています。はい、今日はサンディーワンアイスクリームのイベントにお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。赤木団メンバーはあのサンディーワンアイスクリーム食べたいって言ってすごいね、一緒に行くよね、みんなで、ね、行きます。だからこのイベントが決まった時は本当にびっくりして、えっってなりました。なったよね。だから帰りもみんなで食べていこうね。食べたい。それとね、あのメンバーみんなやってたんですけど、ちょっと前まで6月7月ってサンディーワンでアプリがあったんですけど、皆さんけん玉アプリやってましたか？そう、3つ3段重ねるとサンディーワンの無料券がもらえるっていうやつだったんですけど、皆さんやってましたかね？まだやってるかな、ギリギリ7月いっぱいかな。あーちゃんはすっごい得意だったよね。そう、私みんなが30分かかったのって言ってるところ私一発でできましたよ。そうなの、しかも一発だけじゃないよね、100発100中なんですよ。何回やっても全部できちゃうね。絶対できる。だから皆さん携帯貸してください。あーちゃんにやってもらうと皆さんぜひね、無料券もらえると思うね。ね、でもまあ31はアイスが美味しいだけじゃなくて、こうやってね、いろんな企画をやってね、すごいね、31だなって思います。様々ですね、本当に。はい、なので私たちも少しでもお力になれるように、最後の曲もみんなで一体感を出して盛り上げていきたいと思います。最後の曲はですね、8月にアルバムが出ますので、その新曲の中の一つをやりたいと思います。皆さん、フラッグって持ってますか？持ってない方は手とか振っても大丈夫ですよ。タオルでも何でもいいので、私と真似をして一緒に盛り上がってください。はい、さあ、それでは行きますよ。新曲です、起床。
今31って言ったら最高。